この曲を聴くと親方様のことばっか思い出されるな。ホテイトが落ちとるやないか。芋虫みたいなのがおると思ったら。ああ、なるほど。今ちょっと寒くなってきてるかも。久々に無限をやったわ。あそこまでフルで無限を見るのはみんな久しぶりだろうな。多分な。あの演目だけ撮ったりとか、無限のなこの舞だけはやっとっても、あそこのあのドゥードゥンからは久しぶりだろう。わしも久しぶりだったからな。だから ちょっと変えたのが、絆の時と違うのはあの振り向きを入れたりとかな、ポーズ決めるっていうのも、あれもこの間ちょうど夏のタンデムやっとる時にわしと清正でちょっとあれ変えようか、偶然会話に出て、でじゃあどうやって変えようかっちゅって言って、夏が休憩だっちゅってチンガサイとかみんな休んどる時に曲だけ流して、わしと清正でどうするかなっちゅって考えとって、ポンとポンとわしの中で浮かんで、パッともう一回流してくれっちゅって、もう一回流して清正を招きにして、振り向きっつって、もう清正うっ決めっつって、うっやって、あっこれ見えたで、刑事呼んで3人で固めて、で陣賀祭には今日の昼の時間に無限あるけど変えたから教えるから昼の間に教えて、もうぶっつけでやったんだけど、よくやったというところじゃな。もっと早く教えればよかったんだけど、一回作り切った達成感で教えるのめんどくさくなった。しかしながら、まあまあまああれをやることによってな、あのどうしても絆の時見たものは分かると思うけど、あの照明があるとな、あのブワーンってついてくるのでドゥードゥンって、あれで時間が潰れるんじゃが、ここじゃと照明もなんもないじゃろ、音だけじゃから、その止まっとる時間が長すぎるんだわ。だでみんなそれを敬遠して、あの演目だけ組み込むとか舞だけ使うっていう風にはしとったんじゃが、まあ、こたびはちょっとあれをやることにより、まあ一番最後に舞をいつも舞っとるけども、その舞を入れずとも、要はいつもだと、なんじゃ、全部がぶつ切りで寄せ集めなんだわ、我々の演舞っていうのは。分かるとは思うけども、例えばようやっとった動きだけでやるんだったら、かかり太鼓と舞と無限、これを入れて名乗り工事間に挟んでというような、各ピースをどうやってこれをはめ込みますかっていうのが我々の演舞の醍醐味なんじゃな。なんじゃが、花演舞と無限演舞に関してはある意味起承転結がもうあるんだわ、その中に。だもんで変に何かを足したりせずにやっていこうという、これからちょっと動きがあった上、この間の全演舞の時も清正の築城の巻やった時は、清正の意向でパパイヤダンスはやりたい、入れないという判断があって、親方様は逆に舞を踊りたいということで入れて、ある意味その都度その都度その主軸量になっとるものが演舞構成を自分で決めていいという全権を握ると。まあ、当然ながら横やりでガンガンみんな文句は言うんだけど、まあ起承転結あるものに関してはそのまますっきり終わらせるというところで、今回の無限演舞もあの舞を入れてあれで終わりにしたというところなんじゃが、まああれはあれでな、形が綺麗じゃからええじゃろうな。あそこに変にこう舞を足したところでガチャガチャするだけなんじゃな。洗練された一個上の上質な空の旅を今上質になっていた瞬間にそれしか浮かばなくなっちゃった。ようなんか機内で聴かされたなと思って、あ次の曲聴きたい曲だなと思っても、ちょっと経つとブンってなって、こうなんかようわからん英語とか喋られて、そのアナウンスが終わる頃にはもうその曲が終わりかけになってるとかある。どうでもいいんだけど、そういうのがすごく気になってたことがあったという話、台湾の時に。この曲聴きたいと思った時に関して大体プンって、飛行機のところであるものは分かると思うけど、イラッとするんじゃある。で案外長い、日本語と英語と何語か分からないような、このまま3回4回同じことを言う。でそれが終わった頃には
ゆっくりまたボリュームふわーっと上がってくるんだけど、もうそこに、ね、あもうサビ終わると、大体あんな有線で繋いどんだから、もうすぐ次の曲行っちゃう。あれはちょっと悲しいよな。だあんな全然上質な空の旅じゃない。えらいの付け焼き場だな、監督だけども。そして本日は第3陣じゃな、夜景プチドライブという、わしがバスに乗って南に名古屋市中を南にも引き回して夜景の案内してまいる。しかしながら、まあスタートが6時20分ということで、まあ、おそらくはそないに別に日も暮れとらんだろうというところでは、夕方ドライブプチ夕方ドライブというところで、終わりがけにちょっと暗くなったぐらいでさらばじゃということになるだろう。ちなみにもう経験したことあるもの、これプチドライブ経験した。まあただこれはあれなんじゃな、あんまりうちからこう強く発信してはおらんもゆえに、こうやってひょっとして行っていかんやつなのと思うものもおるやもしれんけれども、まああれは単純にそのツアーを組んだのが夜景クルーズの時の会社がやっとるんだ。なんじゃが、なんと何回も言うとかもしれんけども、夜景クルーズがこの日の本で賞を取ったんじゃな。あ、素晴らしいことなんだよ、これは。南田のおかげでもある。ありがとう。で、今回も3面だけでいいからやってという向こうの要請があって、何人かは出陣が決まってくるんじゃけれども、まあ、その続いての打った手としてこの夜景プチドライブというこの手が、残っとるということでやるんだけども、どうやら立てないんじゃな、バス交通法で。座りっぱなしなんじゃな。だから多分経験したことが分かるのは多分清正だろ、清正だろ。ここしか見えてないだろ。ね、だいぶプレッシャーよ。わしのここばっか見とったの。帰れ。そういう意味では、この夜景プチドライブというのは、止めて。おや。いいの？これ夜景プチドライブ。夜景プチドライブは立てないから清正のここばっか見てたんだっていう話で、えじゃあわし絶対行ったくない。ここばっか見られてるよ。そうだよ。だからほぼ BGM じゃから、もうこのツアーに関してはもう声の良さがものを言う。だから清正なんてのはもう子守唄だよな。戦国の子守唄と言われる美声を持ってじゃな。だから右手に見えるさ、清正から聞いたらいろいろな紹介して回るらしいんだけども、ほうほう、あれは時が限られとって、かつあやつのやった時期っていうのは花見客とか関係があって渋滞が考えられるということで、ほうほう、非常にショートカットショートカットを重ねて予定通りに進まなかったで、市政資料館の説明したくても、あじゃあ左手に見えてきたのが市政資料館でブーンじゃなっていう。だから今回のこのブチドライブもどうなるかなんてのはわしにはわからないわけ。しかもこれどんどんポテイト。ポテイト。ポテイト。もう一人じり終わってポテイト。ポテイト。うん、もうノータッチで今生きてる。だからこれからどんどん日は伸びていくんだから。でも時間が変わんないってことは、ひょっとしたら終わってもまだ明るい可能性あるの。おお。うち夜景ドライブではない。夜景なんかええじゃろうな。だから刑事がやるときは22時ぐらいからやればいい。まさにやけ。わし多分、あ、ええけど全然、多分わし。違うと思う。ええ。その場合は多分近くにいるスタッフが。触るでない。絶対起こしてるよ。絶対起きるわ。もしかしたらちょっとずつ水をこうやってスーッパーッでもそう考えるとじゃな、まあこの夜景プチドライブもちょっとえらい冒険的だなっていう感じはしてるけどな、今だ。あとはこのいかんせん夜景クルーズ船の時と一緒で週末にやるっていうのはね、いかんせんね、この体力をいかんなく奪っていくわけ
だろ。今日は分かんないよ、わしだってね、寝るかもしれない。マイクを通してね、いびきとかああ寝言とかでな。その時間としてはどれぐらいは。1時間バスに揺られる。で、立てないっていうことはずっと座ってるわけよ。ずっともうこうやって揺られてたら、なんかもう途中もう危ない。寝るわ。でも結構聞いとると大丈夫。え、ミスターマリックとか出てきてるの。シューってあの煙だけだよ。大丈夫。ハンドマジック。あ、間違った。ハンドマジックです。もう言わんくていい。ハンドマジックなんだよ。ハンドマジック何その洗剤みたいな名前。ハンドマジックこれさ、油汚れすごいマジックジョイだ。いくらかっこつけたって。ハンドパワーです。手力町の出身なんじゃろ。え、岐阜の手力町の出身なんじゃろ、ミスターマリックの。へえ。なもんでハンドパワーってずっと言い続けた。自分 の出身地を言っとるらしいよ。よしねえ。サブカルの亀吉、エンタメの元気、雑学のまただと呼ばれまあ徳川殿ほどじゃないけど、あの人の余計な知識ぶりはなんか会話すれば雑学ちなみにって挟んでる。あのちなみにたまにイラつく。鼻つまずいたな。喋りすぎた。なんか話したいことあるか。明日久しぶりの親方様と前田前田おだけよ。まさに明日、神河祭は変わらず。あ、だってトーマオーストラリアで夏まだ歩できない。そうか。だから基本的にはオーストラリアに帰ってくるまで土日はもう酷使される2人だ。猫犬コンビで頑張ってるな。猫犬コンビで。もうそう考えると明日の親方様の演目もな。何する。演目刑事の巻か。あれ兵の分離。あ、兵の分離できるか。刑事兵の分離できる。一回ちょっと兵の分離2回止めろ。そっち方面で行こう。じゃあ明日朝親方様に会うときは二人ともちょっと力なさげに会おう。おはようございます。おはようございます。親方様おはようございます。おはようございます。お父さんじゃまたさ。刑事お前ら元気ないな。親方様ちょっと今日平等分離とりあえず1回目平等分離でお願いします。これでまず1回目は平等分離だ。で1回目平等分離終わって、で2回目昼飯食うた時に2回目どうする。ちょっと1回目良くなかったからもう1回やりましょうって。その代わり我々全力でサポートいたしますというところでお伝えして。ちょうどただ確実に文句は言ってくるよ。なんでだよって怒られる。だけれどもそこはもう我々としてはなるほど上様のために言っておるのです。どうしよう。力技ここまで来たらしかない。それしかない。でもその2本しかできないじゃん。兵の分離と刑事の分離しかできない。わしと親方さんも演目ないじゃん。不思議なことで一番関係性深いところに演目がないんだ。明日おめえさんなんだ。
なんかの戦です。あ、戦はあるのか。こいつ糸場だぞ多分。糸場をもろうてお前屋敷か、屋敷待機組か。何にやついとる。嘘つけんな。そんなことはないと思う。さようか、うん、戦は何かしらんじゃない。何かしらの戦がありますが、まあ、何分この、先のこと、そんな先のことはわからないです。明日だぞ。お前場合によってはお前明日ここであやつは糸間だって言ってやるから、ね、こいつ今日は親方様はもう早朝からものづくりツアーへと足を運ばれておって、まあ、非常に激戦を極めておると思われるけれども。激戦を極める長篠の戦いで今関係ないだろう。長篠の戦いは一人の男が槍を振るっていた。今関係ないだろう。せめて見てからやれよ。同時に来ちゃったから全然視界に入ってなかったよ。避けることすらままならない。なんでわしの時来たの。なんでわしの時来たの。どこだ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 。でもな、今日薄着してきたと思うんだよな。今日は気温が上がるみたいなことも前評判ではあったし。いや、わしは下がると思うとか予想的中じゃな。もう一つちょっともう一枚ジンバオリ欲しいぐらいだもん。もう一枚寒くて。あ、すまんな、ちょっとそこコードがあってそれをちょっと通したやもんで、はい、満杯持ちようよ。申し訳ない。お前たち後藤行くの。すまんな。うーん、すまんな。ちょっとこれからザダンの場所も考えなきゃな。こっち側ってどう。これからちょっとザダンの向き変えようか。塩分の向きもこっちになってここにコードが取るようになったで、毎度毎度これやっとったら大変じゃろ。これからは逆にする。ザダンの場所をこれはもう決定校じゃから、明日からももうそうしていくから、放送の時には内緒で。でも南田はあっちで待っとっていいからな。あっちで待っとって徳川殿がここに立っとってはもうあの人何やってんのぐらいで、あっちで待ってくれたら我々はもうこっちに。親方様を筆頭にわしも清正も慶次郎もあっちに行くから。清正はどこ行ったの。なんで石を触ってるの。お、何いかがなされました。いや、こっちどこに決めたんだろうかと思って。いい形の石が触っておりました。昔にやれば石垣に使おうとか。いや、使わない。お、入ったか。お待たせいたしました。よい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 。さて、では、まあ、これからまた遊牧に向けて気温も下がってくるやもしれんし、南田も風は目覚むように薄着であるというものは。ちょっと鼻声。わしじゃろ。わしちょっと鼻声みたいになってきてるけど。大丈夫でございますか。大丈夫じゃ。鼻さえ噛めばすぐ戻る。今ちょっと喋りすぎて鼻がギュッと詰まってるんだな。あ、というわけでじゃな、この後わしは夜景プチドライブということじゃけれど、まだ日が暮れる前であろうから待ちとばかり見栄えもどうも分からんけども、乗船ではないな、乗車するものは楽しみに待っとってもらいたい。ともに、まあ、先ほども申した通りじゃ、結びてきたものは早々にもう帰るか、なんかもう一枚羽織れるようなものを安いところで手に入れるか。してじゃな、みなみな風は決して目覚めようにということじゃな。はい、して明日は清正と親方様が代わりて、はい、明日もこの夫人、この夫人というかほぼこの夫人で、はい、演舞に挑んでまいるぞ。はい、所存じゃ。みなみなまた次回許す者はぜひ遊びに来てちょう。では本日はこれにてしまい。皆の衆ありがとうございました。また会おう。さらばじゃ。さらばじゃ。ありがとうございました。
ではありがとうございました。失礼します。